それでは MGN 大串一さんで Git の入門と Git を利用した共同制作方法です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうだいぶ終盤になってきまして、きっと座られてる方の疲れも溜まってきてるところだと思いますが、まあ、もうしばらくお付き合いいただければと思います。この書いてある通り、せっかくなんでちょっと動きますね。 Git と Git を利用した共同制作の方法ということについてご紹介したいと思います。まずですね、 CSS ナイトといえば、僕は十何年前ですけども、初めてテーブルコーディングが CSS レイアウトに変わった時ですね、にすごく参考にさせていただいてまして、本当あの頃は駆け出しも駆け出しで、本当憧れのイベントだったんで、ここに今立たせていただいて、こうやって話させていただくことについてですね、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自分のことは始めていきましょう。はい、今日ですね、ハッシュタグ CSS ナイトです。つぶやいてるよという方、はーい、お、割とですよね。実はトレンド入りしています。よいしょ。噂のテレビの後ですけども、トレンド入りしています。ぜひこの後もですね、まだ特につぶやかれたことない方、この後きっとまとめにも載りますし、その時に自分のつぶやきが載ってるとちょっとね、興味を持って見られますし、さらに言うとですね、登壇者一同ハッシュタグのコメントとか非常に気になっております。よかったらよかったと書いていただけるととても嬉しいですし、なんか間違ってるところは間違ってるよと言ってくださっても今後の参考になります。また参加されてない方もですね、それを追うことで参加した気分になれますので、ぜひつぶやいていただければと思います。はい、自己紹介します。大串はじめと申します。株式会社 MGN といいまして、突然なんですけども、フランスだと思うんですが、アパレルで RPSA ってありますね。 APC と書いて RPSA、その読み方で読むと MGN はメガネということになります。私あだ名がメガネさんと呼ばれてまして、なのでメガネさんがさっき喋ってたよとか、メガネなんとかやってくださればいいと思いますが、その流れで屋号も MGN にしたという経緯でございます。で、主にワードプレスという CMS を使ったウェブサイトの制作を、メインのなりわいとしております。で、今回はですね、こちらの、Git の本を出させていただいて、いろいろ登壇させていただいているご縁もありまして、Git のことについてお話をさせていただくという内容になっております。はい、私メインの仕事は Web ディレクターやプロジェクトマネージャーというのをしております。ちょっと言葉では分かりにくいものでして、いるのいらないのみたいな話もちらほら出ておりますが、どんな仕事かと言いますと、例えばクライアントさん、お客様ですね、とデベロッパーさんをつなぐ仕事をしています。ここ最近ですと本当に大規模な EC サイトの制作の進行とかもお手伝いさせていただいておりまして、そうなるとクライアントさんがもう結構な人数がおられますし、ベンデラさんも2社3社となりまして、期間も1ヶ月のものもあれば半年のものも一緒に動くみたいなことになると、いざ完成が近づいてくると思っているものと違うとか、進捗管理がなかなかできていないとかいうこともありまして、そういったところの間をつなぐお仕事をさせていただいております。もちろんこの時にも Git を使っております。そして最近はですね、さらにクライアント様とその先のクライアント様の仕事ということもやらせていただいておりまして、こちらはどういうことかと言いますと、例えばウェブメディアですね、出版社様のウェブメディア、自社のサイトにこれまでの雑誌のものを転載したり、新規の記事を載っけたりしてということで、1年間ぐらいですね、 PV 見ながら人気の記事はどういうのかなというようなことをしております。というわけで、クライアントとデベロッパーをつないだり、クライアント様とクライアント様のクライアントをつないだりっていう仕事で、つまりメガネということになります。はい、ここだけですからね、笑うところね、このまま進めますよ。はい、前段が長くなりました。今日のお話についてです。Git のことについてご紹介します。そしてトピックスは大きく2つですね。初心者向けの基礎というところと、共同開発のトピックスということになります。ここで皆さんに伺いたいんですが、日常の仕事において Git を使っているよという方はどのくらいおられるでしょう。おお、ありがとうございます。そうきたかここが分からなくてですね、今8割から9割の人がもう普段から Git を使われているということでしたので、そういうことでいうと、ちょっと初心者向けの話は飛ばしてもいいなということが分かりましたので、
初心者向けの話はバーッと喋って、その後の共同開発のところについてちょっと話のボリュームを広げていきたいと思っております。はい、よいしょ。じゃあまず緑の方なんですけども、これはですね、そしたら皆さんも利用されてると思いますので、例えば新しいスタッフが入ってきた時とか、一緒に仕事するべき人が、まだきっと使えてないとか、パートナーさんとかですねっていう時に、こういうふうにご紹介するといいよというふうに、考えていただければと思います。まず簡単に使えるですね、これまでは黒い画面、Git の場合ですと Git プッシュオリジンマスターとか、Git リセットハードセットとかですね、ハードヘッドだとかっていうような、魔法の言葉みたいなもので非常に使いにくいなと感じておる方もおられたと思いますが、ここ最近はもうマウス操作で、作業が可能ですということになります。この画面はソースリーですね。ソースリーのいいところは Windows と Mac とが、両対応で無料で使えるというところがいいところです。その他にも、例えば GitHub のデスクトップっていうアプリケーションもありますし、 Mac ですと Kraken っていうイカのやつもありますし、ご自由に、お好きなものを使っていただけますね。 Git はあくまでもソフトウェアで基礎的なバージョン管理のツールなので、どれ使ってもらっても大丈夫ですよという形です。で、新しく入ってきた方には、なんか異なるツールよりは普段からみんなが使ってる、チームが使ってるツールを使ってもらった方が、予期せぬ動きとかになった時にね、そのソフトウェアのことを調べなくていいので良いかなと思います。はい、そしてこれ、僕いいことだなと思ってるんですけども、 Git は何ですかって言われたらセーブポイントですというふうにお伝えするのがいいかと思います。ファイルを保存するときもセーブですし、例えばドラゴンクエストみたいな RPG ゲームだと、なんかこうボスと戦う前とか街に着いたらとかでセーブしますよね。そのポイントがたくさん増やせるというのが Git ですよというような言い方で説明しております。2つだけ、リポジトリとコミット、この2つをとりあえず覚えれば一旦は作業できるよということになります。リポジトリとコミット、 Git の一番の問題はこの専門用語がなんだかこう遠い距離の感じがするというのが一番の問題かなと感じますね。リポジトリは単純にフォルダですと言っちゃいましょう。フォルダの中で Git 管理されているもの、これをリポジトリと呼びます。なので当然フォルダですから複数のものがあるケースもあるということですね。フォルダなので、その中に入っているフォルダはそのリポジトリの中身ということになります。で、コミットですね、見出しを変更したセーブ、そして、バナーを修正したセーブ、CSS を追加したセーブ、本文をリライトしたセーブと、この一個一個のセーブポイントのことをコミットと呼ぶというだけの話です。簡単なものですね。で、このコミット、非常にいいのがゲームと違って、ゲームは直近のセーブポイント、今だとこの本文のリライトですけども、ここまでしか戻れないわけですが、Git の場合はゲーム性は必要ない便利なツールなので戻れます。好きなポイントに戻ることができるというわけですね。ここが非常に良いところです。もちろん進めます。これがいいところはどういうことかというと、本文をリライトしている途中に気づくんですね。あれ、なんか崩れてる。今まで作業をずっと積み重ねてきた結果、壊れてないはずのところが壊れてるってなった時にも、一個一個戻って、この時は壊れてる、この時も壊れてる、この時は壊れてないってなったら、どうやらここの CSS の追加の時に何かしら問題が発生したっぽいということが分かりますね。そういうことはここからたどることで直すことが簡単にできるというわけです。よくある質問で、私は一人だけなんで Git は使わなくていいですよねという方おられますが、そういう方はもうこれをできるだけでも全然 Git を使う価値があると思いますので、ぜひ今日から使っていただければと思います。はい、で、今さっきリハをですね、入り口で受付の方にお付き合いしていただいて、Git のメインの動きをちゃんとやった方がいいですよということで、さっき動画を一生懸命撮ったんですけども、皆さんご存知だということなので飛ばします。要はリポジトリ作ってソースリーに入れるとすぐリポジトリになって、ファイルを入れるとすぐに検知されてコミットができるよみたいなことをやってましたが、ここは飛ばしましょう。いいところはみんなで作業できるですね。これも非常にいいところです。Git の一番のいいところの一つですね。日常的な更新がずっと走っていて、それとは別に、特別な開発があるという場合に
枝分かれしますね。枝分かれ、これがブランチと言います。要は普段の作業をしつつ、別の開発をしつつ、最終的にそれを合体することができる、これがマージと言いますけども、こういうことが可能となります。もし Git を使ってない場合はですね、エンジニアさんは別の開発を続け、その間にデザイナーさんとかディレクターさんが日々のちょっとした修正を直しているとして、エンジニアさんがファイルを今度新しくするときに、でも作業前のファイルが、ここだとしたら、この間の修正点がこっちには入ってないので、ここに行ったときにどっちかが先祖返りしちゃうみたいなことってありますよね。そういうことが Git だとないですし、ないとは言い難いですけども、明示されて分かりやすくなるというのがいいところですね。はい、そしてより複雑なブランチ、まだこれ3本線でマシな方で、本格運用で、いろんな業者さんが入ると真ん中こんな感じになるという形ですね。まあ、こうなってくるとちょっと運用をどうしたらいいのかなっていうことを考えていかないといけないんですけども、これ全部ブランチですね。でどっかでマージしたり、どっかでプルしたりっていうことをしているような絵になっております。大丈夫ですかね。Git のことはなんとなく皆さんご理解いただけてるであろうということでブワーって言ってますけども、手の上がり方がここで3割だったら、ここまでで半分以上使おうと思ってたんですけども、皆さん使ってられるということだったので次に進みたいと思います。で、嬉しいことを Git 使うと世界が広がるっていうのがとてもいいことだなと私自身も感じております。例えば jQuery、先ほど JavaScript の ES6 の話がありましたけども、まだまだ現役の jQuery さんですが、 jQuery も、Git のウェブホスティングサービスである GitHub で世界中の人が寄ってたかって開発をしている JavaScript の、便利なライブラリということになりますよね。また、ちらほらお話出てきました CSS のまとまりである Bootstrap、これも GitHub で毎日誰かがコミットしたりプルリクエストしたりして開発が行われております。このようにさまざまなオープンソースの活動が GitHub で行われているということなので、例えば何かちょっと触ってる間にここバグっぽいとか、ここ使いにくいっていう時に、その内容を GitHub の開発から自分がフォークして改善したソースコードをその本体に、例えばブーストストラップとか、例えば jQuery に取り入れてもらえるチャレンジができるということですね。元あったブーストストラップから自分のソースコードに改変して、それを戻してください、取り入れてくださいとお願いする、これがプルリクエストということになります。要は主体いる向こう側のソースコードから見ると、プルをしてくることをお願いしますという形でプルリクエストですね。こうしてもしプルリクエストが通ってたりするとですね、明日から私は jQuery の開発者の一人ですよってみんなに言えるというわけですね。こんなに嬉しいことはありません。そしてちょっと jQuery とか PHP ももちろん、GitHub で開発が続けられている一つなんですけども、私にもちょっと最近、ほんと最近一つプルリクエストが受け入れられまして、コミッターになった話がありますので、ちょっとだけお伝えします。これはダークモードといいまして、ワードプレスという CMS の管理画面は、大体白いんですね。白地に白ベースで何かしらなんですけども、昨今流行りの黒ベース、夜作業しやすいみたいな、見栄えに管理画面の CSS を変更するというプラグインがあります。でこれがですね、コアコントリビューターの方、要は開発者の方が協力を求めてますよということで、GitHub 上で開発が続けてますから、何かあったらプルリクエストくださいと言われていまして、日本語で見たらですね、ちょっと崩れてるところがあったので、そこの部分だけちょっと直してプルリクエストを送りました。そしたら王さんとか言われましてね、その人全然会ったことないんですけども、コミッターに入れていただきまして、コントリビューターの一人か、なので私このプラグインの作者の一人になってるんですね。でこういうのってすごい楽しいと思いますし、嬉しいと思うんです。全然どこの外国の人かも分かり、国のことも知りませんし、でもそこにプログラマーさんがいて、なんか GitHub 上でやり取りして、結果として受け入れられて、世界デビューみたいなことができるというわけで、まあ、Git を覚えておいて、そんなことなんて何一つないということになります。この中で、なんかそういう GitHub に貢献して、なんか取り入れられた経験があるという方、どのくらいおられますか？お、後ろの方に2、3人、あ、ですね。じゃあこれからもう皆さん、せっかく Git できるんですから、これやりましょう。なんかフォークしてプルリク送るだけですからね、簡単ですよ、すぐ行きます。はい、で、もうちょっと時間が余らせましたので、ここから、共同開発のトピックスということで、
Git を使われている体の方が皆さんで、その方のトピックスということで、あんまり Git の共同開発についてこうしてますとかこうした方がいいよっていう話って多分社内ではナレッジが止まってると思うんですけども、いまいちアウトプットされるのをよく見なくてですね、その辺の話をちょっと掘り下げてしていきたいなと思っております。まあ4つぐらい入れました。コミットメッセージ、課題に紐付け、ワークフローを最適化を考え続けるという内容になっております。まず本当一番大事で分かりやすくやらないといけないのがコミットメッセージですね。コミットメッセージはコミットするときに、いつ誰が何の目的でどのファイルを変更したのか、この何の目的でというのを明示するのがコミットメッセージということになります。例えばツイッターカードの追加文についてデフォルトの画像がないときにデフォルトの画像を表示すると、まあ分かりやすいですね。まあ、なんとなく意味合いは分かります。ところがですね、ここからアンチパターンといいますかダメなケースをお見せしますが、これ私のコミットなんですけども、コミットメッセージ修正って書いてあるんですね。まあこれ悪いのを一つ見つけてきたんだけど、そんなことなくてですね、さらに、もろもろの修正もありますね。さらにやり直し、何をやり直したんでしょうね。多分そのもろもろの修正をやり直したんですけども、なんかもう訳分かります。最悪なのはとりあえずっていうコミットが書いてます。いやでもきっと皆さんご経験あると思います。特に初期の頃で共同開発にまだ至ってない時とかはとりあえずでダッとコミットするとかいうのがありますけれども、まあ、これだと、まあ、自分でやっていても半年後にねプロジェクトが復活したり何か修正をしてくださいっていうのが別できたりした時に思い出せませんから、まあ、できる限り何の目的で変更を加えたのかを明確にするということが、まずチームで開発するために、もちろん一人でもそうですけども重要なことの一つかなと思います。さあ次行きましょう。ここからだん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 なんか深い話になっていくというか大変な話になっていくんですけども、課題に紐付けですね。我々ですと、課題管理ツール、私たちのプロジェクトは大抵の場合ヌーラボ社さんのバックログっていうものを使いますけども、別にこれが、看板式のものでもいいですし、GitHub の一周でもいいんですけども、プロジェクトをやっていく上で課題という形の、例えばチケット取り分とかっていう言い方もするかもしれませんけど、やることを、要はひたすら課題化するっていう作業を加えています。で課題に紐付ける形でコミットするというのが、ここ最近の流れかなと思います。こういう課題番号っていうのがあって、関連記事の日付ページの日付の修正みたいなものですけども、それに対してコミットするときにこの課題番号っていうのを、コミットメッセージに入れると、リポジトリと連携している課題管理ツールであれば、まあ、例えば GitHub とかヌーラボのバックログとかだと、こういうふうに勝手に関連の紐付けとしてリンクが課題管理ツールの方で出来上がって、そこをクリックするとどのファイルのどこの箇所を修正したかがすぐ分かるというものですね。これのすごくいいところは、ディレクターさんとエンジニアさんのやり取りが、わざわざしなくてもこれだけで済むということがあります。ディレクターさんはですね、逐一進捗を報告してもらいたいんですけども、なんかすごい難しそうにプログラミングされてる方を見ると、今声かけたら怒られるかなとか、今大丈夫ですかっていうと、でももう1週間以上過ぎてるんだけどなみたいなことになると、もう疑心暗鬼でどうすることもできません。そんな時にはコミットログさえ見ていればですね、進捗してるかどうかが分かります。逆に言うとエンジニアさんはコミットログを課題にちゃんと紐付けさえしていれば、わざわざその後完了ですとかやりましたって言わなくても納得してもらえる可能性が高くなるということですね。こういったいいことがあります。同様に GitHub は、一周ですね、名前が違うだけで一周に対して紐付けて、コミットをプルリクエストするというのが、まあ、大体の作法となってまして、こちらも同じです。なんかここバグってますよっていう一周を立てて、それに対して修正するコミットをプルリクエストで投げて、レビューアーさんとかコミッターさんが OK だったらそれを受け入れてマージされるという流れになってますので、まあ、課題との紐付きは非常に重要なことかなと思っております。で、ワークフローです。よく言われるのが大きく2つですよね。この GitHub フローっていうのと、
Git フローというのがありますね。これはその要はプロジェクトを進めていく上で Git のブランチの運用をどういうふうに考えると一番スムーズかという話になります。比較的後発でシンプルなのがこの GitHub フローと呼ばれているものですね。絵に描いた通りで緑がマスターブランチといって主線のブランチとなります。そこから何かしらの作業、例えば黄色とか例えば赤とか例えばピンクといった何かの追加とか何かの修正といった時に1個だけブランチを作って本体のマスターブランチからブランチを作り、作業が終わったらすぐに本体にマージするという作業ですね。こちらが GitHub フローと大体呼ばれているものかと思います。こちらのいいところはもう本当直感的です。分かりやすいですよね。なんか作業が発生したら本体からブランチ切って、作業が終わったら、本体にマージする、分かりやすいですね。そして事故になりにくいです。要はブランチで長期の開発が続くわけではないのでコンフリクトしにくいというか、衝突がしにくいしすぐに合体できるんで、また最新版を取ってくれば、比較的事故がなく作業が進められるというわけで、またブランチごとに明確に作業が課題と紐づいていたりしますから、そうすると分かりやすい、何のブランチが何のために作られたかがすぐ分かるというわけです。ただ実はデメリットもありまして、作業の順序の変更がしにくいというのがあります。例えばリリースが来月の半ばにありますなった時に、10個の課題があります。それを1から順番に課題をブランチ分けてマージしてブランチ分けてマージしてやるんですけども、途中で実は1番と3番だけは今回リリースから外してくださいって言われるみたいなケースですね。そうするともうすでに本体に全部合体していってしまっているので、こうなるとちょっと難しい。またステージング環境と本番環境とが分かれている際に、本番に反映されてはいないけどもステージングでは反映しておきたいみたいな時に、そのブランチを設定するのが難しいということになります。要はマスターに全部合体してあった瞬間本番と同じになってしまうので、そのステージングで作業を作るというのが難しくなるということがありますね。でこれらをじゃあもうちょっとステージング用のブランチを作ったり、それより前の作業のブランチを作ってそこで作業しておいて、ステージングにはじゃあピックアップして今回のリリース分だけピックアップしたものを合体させて、それがテストして OK だったら本体に合体させる、こういった複数の作業をするのが Git フローと呼ばれるものになります。一番上がマスターで本体ですね、赤色で、ホットフィックスは1回飛ばしてリリースっていうのが、来月の半ばに公開するために作るブランチみたいになりますね。そして要はデベロップがステージングで開発で確認できるところ、さらにフューチャーが作業ということになりまして、GitHub フローでいうところのデベロップ、ここが、本体でここが作業用ですね。でこれをバラバラにしておくことで、今回のリリース分にはこれとこれだけ上げますということを選べるのがこのリリースブランチで、そこでテストを確認して OK だったらマスターに合体していくという形になります。これだとメリットは柔軟なリリースができたり、複数のテスト環境ですね、開発者用の確認環境、そして、お客様間のお客様というかベンダーさんのプロジェクトマネージャー用の開発環境、本番1個手前ですね、そして本番といった形で、複数のテスト環境で、柔軟なリリースができるというのがありますが、複雑なフローの理解というのがどうしても最初に入ります。特にアルバイトさんとか派遣さんとかと一緒にやる場合に、このフローをまず理解してもらって、じゃああなたは今からこのデベロップブランチからフューチャーブランチ作って OK だったらこっちにプルリカ開けてこっちからこうやってこうやって取ってくださいっていうのがってなるみたいなことがあるんですね。はい、本来なら簡単にみんなが安全に楽に作業できるために Git だったのに、その Git を触るために随分と難しい、ルールを学んで、その元々のチームとしてどういう Git の運用をしているのか、ブランチのフローを作っているのかという運用の理解をしないと、作業ができないということがこの場合はあります。ただもうこちらの Git フロー、GitHub フローだともう一方通行すぎてどうしようもないという場合には、これとこれの間ぐらいで、多くの場合何かしら独自のルールを決めて皆さん作業されているのではないかなと思います。で、ここは私はこうしてますとかいうわけじゃなくて、各チームごとにこの GitHub フローと Git
ットフローの間で最適化を考え続けるっていうのがここ最近のトピックスかなと思ってまして、あ、先に言うときます、ここは答えがないです。例えばチームの状況にもよるんですね。誰かがきっと使えないけども FTP は今までアップしていたことがあるとか、間違った操作で例えばフォースプッシュって言いますけど、マージでコンフリクトが起こったままなのに無理くりプッシュされちゃう人がいると何もかも破綻してしまったり、そもそも Git を使い慣れてない方がおられると Git なかった方が楽だったんじゃないですかみたいなことを言われたりすることもあります。なのでそういうチームのメンバーのレベルとか、その中の開発者さんの、じゃあ数名が Git は Git 警察として管理するとか、そういったことをして何かしら最適化を、チームとしてやり続ける必要があるのかなというのが最近の感じですね。メンバーのスキルとか、あとリリースの頻度にもよりますね。1ヶ月に1回とか半年に1回ぐらいのリリースしかないっていうことなら割と、かっちり決まったフローでいけると思うんですけども、実は毎日のように何かしらリリースがあるってなると、プルリクを受け付けるだけでも毎日の作業が終わってしまうとかっていうことにもなりまして、その辺もあります。また可用性のレベルということでいうと、何でもかんでもマージを受け入れてたら本番が動かなくなっちゃったみたいなこともありえるかもしれませんので、そうするとじゃあやっぱりリリースの頻度はちょっと落とした方がいいんじゃないかとか、あ、でもどうしてもリリースを毎日しないといけないけども頻度は下げたくないし、でも可用性は保ちたいってなったら、じゃあテストツールを入れないといけないねとか、自動化する 最小限の担保する機能は絶対にテストで動かすとかいうようなことがいろいろと今進んでいることなのかなと思います。ちょっと諸学の話とは別になってきましたけども、今我々がやらせてもらっているのはこういうところで、どこもみんな困っている感じだと思うので、まあ、一緒にうちはこうしてるよとか、なんかこういうのがいいんじゃないっていうリンクとかがあったらですね、ぜひツイッターのハッシュタグとかでつぶやいていただけると私も勉強になってありがたいなと思います。というわけでちょうどお時間ぐらいなんです。まとめです。何せもうこれは言うまでもないんですが、きっと必要不可欠な存在なんで、どんどん活用しましょう。難しくないですよということを言いたいと思います。そしてもしチームのまだ触ったことない方に難しいじゃないですか聞かれたら、今日の一番のキーワードですね、もう言いましょう、慣れるって。今日こればかし、ありがとうございます。というわけで、最後宣伝です。もう皆さんにはあんま知らないかもしれないということが分かってしまったんですが、明日ですね、1日かけて Git とあと GitHub でフルリクエストを出すというところまでのハンズオンの、イベントをやります。おかげさまで、コロナーズハイと連動企画ということで、ここに参加していただいた方は今お持ちのタイムテーブルの鍵を、当日お持ちいただければ、Amazon ギフトカード500円分をプレゼントさせていただきます。キャッシュバックとなります。今日の11時50分ぐらいまでドアキーパーで受け付けておりまして、残り、10名弱ぐらいなので、もし気になりましたら、もしくはチームメンバーでまだきっと知らなくて学びたい人みたいなのがいらっしゃったら、よろしかったらぜひご参加ください。というわけで私のセッションは以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。